はい、どうもサズチャンネルです。よろしくお願いします。今日はいよいよ7日目ということで、絢爛の方をやっていこうと思います。はい、だいたいね、今日でね、どのぐらい、この前フランキーに入れた卵が有精卵か無精卵かというのが分かる日です。一応7日目になります。じゃあね、今ね、ちょっと iPad の方で撮影してるんですが、スマホのこのライト、これ明るいですね、すいません、明るいですが、この上に乗せて、卵がどうかっていうのを判断していこうと思います。それではご視聴ください。はい、まずは1番はこれ、無精卵かな、1番。はい、続きまして2番。これもちょっと怪しいな。今んとこ分かんないですね。じゃあ続きまして3番。3番も微妙ですね。今のところこれは、12番。これは完璧無精卵かな。14番。これも動いてないですね。13番。怪しいです。はい、10番かな。ああ、これはもう完璧に無精卵ですね。はい、こちら、11番。こちらもちょっと怪しいですね。やばそうだなぁ、なんか今回。はい、次は9番。これはもはや無精卵、完璧。
血管のようなものも見えません。まあ、黄身が動くんで、ゲームセーランです。はい、8番。これも怪しいですね。いや、今回やばそうだな。やばそうです。7番。この辺はもう、もはやあの、スーパーの卵ゾーンなんで、リベンジ、なるか。7番です。これも怪しい。ダメだなぁ。はい、6番。いるいるいる。これはいる。6番います。6番いる。6番はいるぞ。5番。これもダメそうだな。6番はいましたね。今見ましたが、6番ってスーパーの卵だよな。4番。はいはいはい、4番もダメ。15番。はいはい、そんな感じです。じゃあちょっとね、早めに保温したいと思います。いるいるいる。はい、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。